こんばんは、宮沢です。今日は、ドストエフスキーの罪と罰の第3部の6章ですね。説明したいと思います。これで、6章終わりになります。前回はですね、ポルフィーリとラスコールニコフの、対話を解説しました。ポルフィーリは、ある種の、社会主義者なんですね。だから犯罪っていうのは社会環境のなせる業だと思ってる人なんですね。で、ラスコールニコフは犯罪についてという論文を書いてたんですけども、彼は法学科の出身なんですね。で、彼は独自の法哲学をですね、論文にまとめて出し、あの論論男子文芸誌みたいなところに投稿してたんですね。それを、ポルフィーリが読んでたと。で、その、検閲に引っかからないように書かれた部分の真意をですね、ラスコーリニフに問いただすと。で、ラスコーリニフが、自分の思想を話し始めるわけですね。で、驚くべきことに彼なりに自然の法則、自然法を一つ見つけたって言ってるんですね。これはどういうことかというと、何十億人に一人ですね、天才が現れると。それは例えば、ムハンマドやですね、ナポレオンのような人間が現れて、こういう人たちは、今まであった法律をですね、踏み越える権利が与えられてんだと。それによって社会、全人類に救済をもたらすと。そういう人間が、現れるっていう思想を話し始めですね。で、そんなバカなことあるかってラズミヒに突っ込まれるんですけども、ポルフィーリはそういうナポレオン・ムハンマドっていうのは良心はないんですかっていうんですね。人を殺して、罪悪感に苦悩しないんですかっていうと、そういうこともあり得るだろうと。そこは言葉を濁すんですね。だけど、そういう天才っていうのは苦悩はするかもしれないけども、真に偉大な人々はこの世のにの中に大きな悲しみを感じ取るはずだと思うよって言って黙り込むんですね。もともと悲しみの中にあって、なおかつ法をのこの乗り越えていくと。で、乗り越えた時に、もしかして何万人って死ぬかもしれないんですけど、それについて、苦悩はするかもしれないと。犠牲は哀れに思えば苦悩するかもしれないと。だけど、罪悪感を感じてもそこでやるんだってことを言ってるんですね。で、ポルフィーリはあなたこそナポレオンじゃないんですかって。あなた自分のことナポレオンだと思ってんじゃないですかと言うんですね。そんなようなこと言うんですね。で、そしたら私はそういう人間じゃありませんと。で、これはもう先に話いっちゃいますけど、罪悪感を覚えないナポレオンっていう人間が本当にいるのかっていうことがこの小説の主題になってくるわけですね。だから一つの犯罪は100の善行によって償われるのかっていうことが、この文庫本の後ろに書いてあるんですけども、こういう人間が生まれるんだってラスコーリニコフは本気で信じてるんですね。信じてるっていうか、それが自然の法則だ。自然法の中に大天才が現れて人類を変えていくっていう自然法を発見したんですね、彼は。勝手に。で、証明できるのかっていうと、これは難しいんですけど、なぜ難しいかっていうと、科学によってそういうことは証明できるのか。一種の優生学ですからね。とってもつもない天才がある程度の確率で生まれるっていうことを証明するっていうのは、
まあ人為的に天才が作れるって話にも近い話だと思いますけど、まあラスコ・ボリニコフはそれができると、でいつか証明されるだろうと、そういう自然の法則によってそういう天才が生まれてくると、10億分の1ぐらいで生まれてくると、こう本気で信じてるんですね。で結局それがどうなることかっていうと、そこにイエス・キリストが入るのかって話になってくるんですね、これ結局。で、ムハンマドとナポレオンのことは言ってるんですけど、イエス・キリストのことは何も言ってないと。で、結局その中にイエス・キリストっていうものは入っていくとすると、彼の理論がおかしくなってくるんですね。それはイエス・キリストは神の子であり、人の子であるからですね。人間の中に天才が生まれると、じゃあそれは神とどう違うんだって話になってくるんですね。まあだから一種の超人思想なわけですね。人間を超える人間が自然法によってある程度の確率で出てくると、それは偶然じゃなく出てくるんだと。ラスコ・リゴさんはそういうことを考えてるんですけども、まあその裏表として、救世主としてのイエス・キリストがいたと同じことじゃないのかって話になってくるんですね。で、それは信仰の問題とそのまま裏表になってると。確かにムハンマドやナポレオンは神ではないんですけども、いや、じゃあもし彼らより優れた人間としてイエス・キリストを考えるとすると、これ人間を超えていくわけですね、神になってると。10億人に1人天才が生まれたとして、なぜそれがイエス・キリストじゃないのかって話になってくるんですね。で、そこが後半の主題になっていくんですね。その話がラザロの復活の話なんですね。ラザロっていう普通のイエスの友達を生き返らせたイエス・キリスト、これはなぜ重要なのかっていうと、彼は人間なんですけど、人間を生き返らせてしまったですね。で、最後の審判でラザロは裁かれれば、それで終わりなはずなのに、死んだもの人間が奇跡によって生き返らせてしまったと。で、生き返ってきた人間がどうやって生きていくんだって話なんですね。そのことはちょっとよく分かんないかもしれないですけど、イエス・キリストが復活であり生命であるような人でなかったら、ラザロがこの世に蘇ってきたのは何の意味があるんだってキルケゴルが言ってんですね。どうせ最後の審判で戻ってくるのに、なぜわざわざ神の子である人の子である神の子であり人の子であるイエスが勝ったラザロを復活させたのか、この世に。だって復活してきたラザロがやっぱり死にたかったって言ったらですよ、これ気の毒なことしたわけになるわけですよ。要するにですよ、死にかかってる人を無理やり蘇生させたことによって余計苦しめるってことが出てくるんですね。で、人間社会っていうのも早く死なせてやれば楽になるのに、人間がわざわざ延命治療させて苦しむっていうケースもまああるわけですね。で、そういうことをイエス・キリストはやったと、ラザロの復活として。で、こんなことをやってラザロは死ねないっていう絶望の中に入っていったんじゃないかと。これが死に至る病の主題なんですね、キルケゴールの。死に至る病って絶望のことなんですね。絶望して生きてることが一番苦しいじゃないかと。死ぬに死ねない苦しみが以上に勝る苦しみはないじゃないかと。で、ラザロは、復活したラザロは何を思って生きてたんだと。いっそ死んだ方が良かったんじゃないかと。洞窟にそのまま入ってた方が良かったじゃないかと。死者として。最後の審判まで。なぜわざわざイエスは復活させたんだってことが問題になってくるんですね。ということは、なぜ絶望してまで人間は生きなきゃいけないのかという問題になってくるんですね。で、その問題にムハンマドもナポレオンも答えてないわけですね。ただイエス・キリストだけがラザロの復活という形で実際の奇跡として死にかけてる人間を、死んだ人間をもう一度生き返らせたと。そういうことをやったと。で、ラスコ・ボリニコフはラザロの復活を信じてるんですね。プロフィールに信じてますかと言われて、信じてって言ったと。で、信じてるとしたら、
絶望状態にあって生きることに何の意味があるんだってことに答えを見つけなきゃいけないですね。で、その答えっていうのはイエスが復活である生命であるような人間であり神の子であったと。そういう話になってくると。そうなると彼は、ムハンマドより、いや、ナポレオンより偉大な人間だったんじゃないかという結論になっていくってことですね。そういう話になってると。で、もうだいぶ先取りして、もう答えをっていうか、もう誰も、ラザロの復活とドストエフスキーをしっかりなんか語ってる人は僕は読んだことないんで、言うとですね、ソーニャっていうのは、ラスコリニフにとって、イエス・キリストだったわけですよ。復活であり生命であったんですね。で、ラスコリニコフがもう死に至る病にかかってんですか、彼は。絶望しきっちゃってんですよ。で、絶望しきった上に、自分がもしナポレオンだったら、老婆の殺して、財産を再分配することはいいことだと。で、自分はその殺人を犯して法を乗り越えていく権利がある人間だと思ってやってみたんですけど、やってみたらとんでもなかったと。罪悪感にまみれて、余計深い絶望に酔ってしまったと。で、それは言ってみりゃ、一度死んで復活させ、無理やり復活させられたラザロみたいなもんですね。で、そういう絶望した状態でこの世に生きてると。じゃあ彼が、なぜ、ラザロが復活して、どっちみちもう一度死ぬわけですね。寿命を迎えて。病気で死んだけど、また生き返らさせられて、イエス・キリストによって。で、また結局寿命によって死ぬと。じゃあ、生き返ってもう一度死ぬまでの間って、これは彼にとってどういう意味があるのかと。で、ラスコリニコフにとっても、自分が老婆を殺してですね、やっぱり失敗したと。明らかに失敗だってことは分かってるわけですよ。老婆の財産にも手をつけてないわけですし。なおさらリザベータも、無実の妹であるリザベータも殺しちゃってるわけですね、老婆の。で、大失敗だって分かってきたと。だけど彼がなぜ生きていかなきゃいけないのか、自殺せずに生きていかなきゃいけないのかって問題はですね、ラザロもなぜ病気で死んだのにまた戻ってきたのか。戻ってきた後、希望としてたのは、それはキルケゴールははっきり言ってんですね。どういうことかというと、イエスが復活であり生命である人でなかったら戻ってこなかったって言うんですよ。で、イエスっていう人は人間が絶望の中でも生きていくための希望であり、生命であり復活だってことを言ってんですね。で、具体的に言えば、人間には人間しか希望がないっていうことを僕は言ってると思うんですね。で、なぜラスコルニコフがこの後ソーニャと出会って自首してシベリア送りになって生きていくことを選ぶかというとですね、人間にとっての希望は人間しかないと。で、何か人を殺して金を奪って全人類を救済するとか、そういう大それたことはですね、これは別に人間にとって重要なことじゃないわけですね。抽象的な問題に過ぎないと。イデオロギアの問題っていうのは。で、全人類を救うっていう抽象的な問題の前にですね、人間は人間を希望としてしか生きていけないっていうことがあると。これはラザロの復活のテーマなんだと。だからソーニャもなんで売春婦として生きていけるのかっていうとですね、貧困家庭にいながら、彼女は彼女なりに人間に希望を見てたわけですね。それはラザロの復活を信じてたということですよ。身近な人を大切にしてたわけですね。いや、ママ母、自分を売春させるママ母のことも、憎んではいたかもしれないですけど、そういうものをありのままに受け止めてたってことですね。ソーニャにとってみや、いきなり現れて一家を助けてくれたラスコリニコフが、復活であり生命であるイエス・キリストだったのかもしれないですよ。お互いがお互いにイエス・キリストだと。人間っていうのはイエス・キリストっていう存在を知らなかったら動物以下にもなれるんですね。だけど神の尺度を知ってれば神の尺度で生きられるんですね。動物の尺度しか知らなきゃ動物としてしか生きられないと。狼に育てられれば狼になっちゃうわけですよ、人間っていうのは。ただ、イエス・キリストっていう人がいたってことを知ってればイエス・キリストのように生きようっていうふうにも思うかもしれないですね。そのぐらい人によって生きていく物差しが違うんですね。で、ソーニャにとってはラスコールニコフは、ラスコールニコフにとってはソーニャが
それぞれのお互いの存在の向こうにイエス・キリストを見たわけですね。それはラザロがイエス・キリストがいなかったら、この世に生まれ帰ってきてですね、生きるのは死に至る病だったかもしれない。でも彼は戻ってきてよかったと思ったんですよ。なぜならイエス・キリストはこの世にいてくれるから、まだこの世に生きることには意味があると思ったってことですね、ということなんですけど、まあこれまたちょっと私だいぶ先端折って説明しちゃったんで、もう一回この後第4部で、ソーニャと、ラスコルニフのやり取りがあるんで、そこでまあラザロの復活については説明したいと、それとまあもう神を信じてなくて動物の尺度しか持ってない人間がこれから出てくるんですね。それはスビドリガルフですね。で、彼を見ていけば、いかに彼はもう復活、この世に復活したのにイエスがいないラザロみたいな人なんですね。で、彼がどうなってしまう、どういう人生を送ってきたかっていうのも、次の章の頭の方では明らかになってくるんで、まあ、それを見てもらえばラザロの復活の意味がまあ立体的になってくると思います。で、続きですね。ということで、ポルフィーリの家を出てからですね、まあラズミヒンとアスコリニゴフは母と妹の住むそのマンスリーマンションみたいなところに歩いていくんですね。妹と母親が彼らのこと待ってるから行ったんですね。で、ラズミーヒンはですね、まあ先ほどのポルフィーリとラスコリンゴフのやり取りを聞いてそのことを話し出すと、まあ一つはですね、ラスコリンゴフの論文が論壇誌に掲載されてたと、まあそれはおめでとうという話になって、あとはですね、まあ君がっていうのはラスコリニオフは容疑者に上がってると、まあそれはまあラズミヒもうすうす知ってたと。で、どうなってんだって話を言うんですね。まあラズミヒは友達なんでラスコリニオフがやったんじゃないと思ってるんですけど、だけどポルフィーリが君のことを疑ってると。で、別れ際に言った、あれですね、この前ローバーの家に行った時、あなた2階に職人を 見ませんでしたか。で、あの時間帯は7時頃でしたよねって2つ釜をかけたと。で、2つ釜をかけたって2つも外れてんですね。それ はあのラスコリンゴがローバーを殺した日には、2階に職人がいたと、ペンキ職人がいたと、ミコライとミトレイがいたと。なおかつその日は7時からリザベータが外出してるから、アリオナ・イバーノは一人きりになってるってことで、ちょうど犯行時間としていいから、その時を狙ってラスコリニゴが行ったと。で、7時に行ったと。で、この2つは、その後、ポルフィーリに会う前日に、前日か前々日ですね、に、改めてローバの部屋を訪れた時とは、時間が、もうシチュエーションも違うと。彼が、もう一度殺人現場に戻ってった日はもう9時過ぎてたんですね。あれはザミオトフと水晶球で語り合って私が老婆殺しの犯人だったらどう思うとかなんとか言っちゃった後ですね。あれはもう9時過ぎてたんですね。だけど9時過ぎてたけど、老婆の部屋はリフォームしてたんですね、職人が入って。で、そのリフォームしてる職人にもう血は片付けたのかとかいろいろ余計なこと言ったわけですね、ラスコニコが言って。そしたらまあなんか変なこと言うやつが来る、言うって言って、みんな人が集まってきちゃったわけですね。でももう、なんだ、たかりだとか言われて、散々罵倒されてラスコリニゴが帰ってったんですけど、そういうことがあったわけですね。で、その時は2階に職人はいないわけですね。もう、そんな作業してないですし、なおかつ9時過ぎだと。それなのに、それをポロフィールは知ってて、あの日は2階に職人がいませんでしたか、で、7時頃でしたよねって言って、犯行当日のことを、バーンってぶつけたわけですね、ラスコリニゴに。で、それによってラスコリニゴはどういう反応をするか観察してたわけですね。
まあ、ブラフっていうんですかね、そういうハッタリを仕掛けたんですね。そうしたら、まあ、ラスコルニコフが、7時過ぎですって、間違えて言っちゃったんですね。あなたがあそこにいらっしゃったのは7時過ぎです。まあ、7時過ぎなのは7時過ぎなんですけど、もう9時過ぎてたんですけど。まあ、ちょっと動揺か、動揺は、職人はいなかったですよってはっきり言ったんですけど、まあ、7時過ぎって言葉はちょっと言った時にまずいと思ったんですね。で、そういう空中戦をやったということですね。で、まあ、ラスコルニコフは、ラズミヒもそういう構えをかけられた、ラスコルニコフがかけられたと気づいたと。で、まあ、ラスコルニコフもそう、頭のいい連中ほどそういうつまらないし、ブラフに引っかかってボロを出すと。プロフィール頭がいいなって言ってですね。まあ、ラスコルニコフは、まあ、余裕しゃくしゃくで笑うってことですね。で、その後ですね、ラスコルニコフが、いや、ちょっと先に行ってくれてくれって、すぐ戻るからって言って、ラズミヒを、母と妹のところに行かして、一回家に帰るんですね、自分のアパートに。それで、自分のアパートの中に、まだその、老婆を殺した時に奪ってきた盗品のですね、かけらとかなんか、折ってないか、その、壁紙の穴のところを確認したりするんですね。で、確認したりしてたら、なんか外で物音がすると。そしたらですね、庭番が外でなんか、ある町人と、なんか、話し合ってたと。で、どうしたって聞いたらですね、ラスコルニコフ、あなたを探してる人間がいるって言われたんですね。で、そしたらあなたが降りてきたんで逃げ出したって言うんで、ラスコルニコフはその町人の後追いかけですね。で、追いかけてってですね、街角まで行った時にですね、町人はラスコルニコフに、あなたは何者ですかって問い詰められてですね、いきなり人殺しって言うんですね。お前人殺しだと。はっきりラスコルニコフに言うんですね。で、ラスコルニコフはびっくりしちゃうんですね。で、そしたら、その男の姿を見失ってしまうと。いきなり知らない奴が現れて人殺しって言われたってことですね、ラスコルニコフが。で、それも家を訪ねてきたと。それでフラフラになってアパートに帰ってですね、倒れてしまうと。で、そこから、まあ、悪夢にうなされるんですね。で、一つは自分の思想的な問題ですね。自分の、その、10億人に一人天才が現れて、法律を踏み越えて、全人類を救済するっていう考え方ですね。これが敗北してったことに気づくと。で、その分呼び上げますけど、ナポレオンピラミッド、バーテルロ、肩やベッドの下に赤いトランクをしまい込んだ小役人のコケ、しなびた汚い金貸しババア、いかにポルフィーリ・ペトロビッチでも、この幸せは料理しきれまい。どこに奴らにこれが料理できてたまるかい。美学が邪魔するよ。ナポレオンがババアのベッドの下に入り込むんだろうか、なんてさ、ええ、くだらない。時々彼は熱にうなされてるような気がした。彼はゾクゾクとするように、な陶水へ落ちていった。ババアなんてナンセンスだ。彼は燃えるような顔で突発的に考えた。老婆か。あれは間違いだったかもしれんが、あのババアは問題じゃない。ババアはどうせ病気だったんだ。俺は少しも早く踏み越えたかった。俺は人間を殺したんじゃない。主義を殺したんだ。主義だけは殺した。がしかし、肝心の踏み越えることはできない。で、こちらの側に残った。俺ができたのは殺すことだけだ。しかも、結局はそれでさえできなかったわけだ。主義はどうなるのだ。どうしてさっきラズミヒンのバカは社会主義者を罵ったのだろう。勤労を愛し、商売のうまい連中で、全体の幸福のために働いてるじゃないか。いやいや、俺には生活は一度与えられているが、それぎりでもう二度と来ないのだ。俺は全体の幸福が実現されるまで待ちたくない。俺だって生活がしたい。それができないなら、生きない方がマシだ。なんだというのだ。俺はただ全体の幸福の来るのを待ちながら、1ルーブリポッチの金をポケットの中に握りしめて、飢えた母親のそばを素通りしたくなかっただけだ。全体の幸福を築くためにレンガを一つ運ぶ。それで心の安らぎを感じているというのか。母、
なんだって君たちは俺を抜かしたんだ。俺だって一度しか生きられない。俺だってそりゃ、俺は気取ったシラミだよ。それだけのことさ。彼は突然気が触れたように、ケタケタ笑って、こう付け加えた。そうだよ。俺は確かにシラミだ。彼は自虐的な喜びを感じながら、この考えにしがみつき、それをいじくり回し、もてあそび、慰みながら、独り言を続けた。理由は簡単だよ。第一に、現に今、俺は自分がシラミだということについてあれこれ考えてるじゃないか。第二に、この計画は自分の欲望や煩悩のためではない。立派な美しい目的のためだなどと称して、ありがたい神を商人に引っ張り出し、まるまる一月も嫌な思いをさせたことだ。はは。第3に、実行にあたっては重さと量と数を数えて、できる限り公平を守ろうと決めて、全てのシラミの中から最も無益なやつを選び出し、そいつを殺して、多くも少なくもなく、俺が第一歩を踏み出すためにかっきり必要なだけ取ろうと決めたことだ。残りはつまり遺言状通り修道院行きってわけだ。母。だから俺はどこまでもシラミなんだ。と、彼は歯ぎしりしながら付け加えた。だって俺はもしかしたら殺されたシラミよりももっともっと嫌な汚らしいやつだったかもしれんのだ。しかも殺してしまった後でそれを自分に言うだろうとは前から予感していたんだ。全くこんな恐ろしさに比べるものが果たして他にあるだろうか。おう、俗悪だ。ああ、卑劣だ。おう、馬上にまたがり、剣を振りかざして、アラーの神の命令だ。おののく者どもは我に従えと叫ぶ預言者の心境が俺にはよくわかる。大通りにバカでかい大砲を並べて、罪があろうがなかろうが無差別に撃ち殺して、何の釈明の必要があると嘘吹いた預言者が正しかったのだ。それでいいのだ。我に服従せよ。おののく者ども、そして何も望むな。それはお前らの知ったことではない。もう絶対に、絶対にババアを許すものか。彼の髪は汗に濡れ、震える唇はカサカサに乾き、動かぬ視線が下と天井に向けられていた。母、妹、俺はどんなに愛していたか、それが今はどうして憎いのだろう。確かに俺はあの二人を嫌悪している。肉体的に嫌悪している。そばにいられると耐えられない。さっき俺は母のそばへ寄って接吻した。覚えてる？母を抱きしめながら、あれを知られたらなんて考えると、俺はいっそ言ってしまおうか。俺は気持ち一つだ。ふむ。あの人は俺と同じような気性のはずだからな。彼を襲ってきた幻覚と戦ってでもいるように、やっと考えをまとめながらこう付け加えた。おう、俺は今もあのババアが死ぬほど憎い。もしあいつが生き返ったらもう一度殺してやるに違いない。リザベータにはかわいそうなことした。なんだってあんなところへ戻ってきたのだ。しかし不思議だ。どうして俺は彼女のことをほとんど考えないのだろう。まるで殺さなかったみたいに。リザベータ、ソーニャ、かわいそうな女たち、優しい目をした優しい女たち、可憐な女たち、あの人たちはどうして泣かないのだろう。どうして苦しまないのだろう。すべてを与えて優しく静かに見ている。ソーニャ、ソーニャ、従順なソーニャ。ということですね。こんなことをですね、ベッドの上で口走るって考えるんですね。で、その後ですね、さらに悪夢に入っていくと、それは、商人が夢の中に出てきてですね、彼を誘い、手招きするんですね。で、それについてって、大きな建物の中に入っていくと。すると、4階まで上がると、老婆の家にたどり着いてたと。で、中に入るとですね、部屋の隅に老婆が座ってるんですね。その座ってる老婆は見つけてですね、またラスコーリンフがコートから斧を抜き取ってですね、老婆の脳天を斧で叩き割るんですね。で、叩き割ると、彼女はかがみ込むと。で、殴られても動きもしないと。で、何回も殴るんですけども、殴っても殴っても、今度は笑い声が部屋に鳴り響くと。で、殴るたびに老婆が身をもみしだいて笑うんですね。で、そうしたらですね、部屋の外には人が溢れてると。で、鈴なりの人が現れてですね、人間が物を言わずにですね、じっと彼を見てると。そういう悪夢を見てしまうと。で、そんな悪夢を見て大声でわめこうとした時に、途端に目が覚めたと。そうしてですね、目を覚ましたら、男が部屋の中に座って自分のことを見てるんですね。あ、男は立ってんですね。
で、その男はですね、あなたが眠っているんじゃなく寝たふりをしていることだけだということはさっきから分かっていましたよ。アルカージ・イワノービッチ・スビドリガルフです。よろしくというふうに言います。まあ、ここで、何ですかね、真打ち登場というか、スビドリガルフが出てくるんですけど。まあ、悪夢の中から出てきたんですけど、これは、神を見失ったラスコリニコフみたいな人間なんですね。これがとうとう出てくると。で、もしラスコリニコフが老婆を殺して金品をみんなに分配していいことしたら、まるで彼のようになっていたかであろうというパーソナリティの人間なんですけども、まあ、それが第4部から大活躍し始めます。ということでした。まあ、結局悪夢の中で自分の思想が間違ってたって気づくんですね。自分は法律を踏み越えるほど強くなかったってことですね。それは分かったと。で、なおかつですね、もう一個重要なのは、リザベータのことを殺したのに、全然彼女に関して何も考えたことがなかったと。で、ソーニアやリザベータは、本当はソーニアやリザベータみたいな人たちを助けたいから犯罪を犯したんですけども、なんといっても彼女たちのことは一つも罪悪感を覚えないと。彼女たちというか、リザベータのことは何も考えたことなかったと。で、なんでだろうって、初めてここで気づくんですね。で、今まで本当は、ラスコリニフは老婆を殺して金品を奪って、まあ、で、英雄になると、全体の幸福が実現するまで、実現させようとすると。まあ、その社会主義とは別の形でですね、ナポレオンやムハンマドのように全人類の救済をすると。その社会主義のように勤労を愛し、レンガ積みをやりながら全体の幸福をデザインするみたいな、こういうせこいやり方ではなくて、天才が革命を起こして全人類を救済するみたいなことを自分はできると思ってたんですね。だけど、彼がそういうことを考えてるたびに、一つ見失ってたことがあると。それはリザベータみたいな女性ですね。なんか社会の、もう本当陰で虐げられながら生きてる人ですね。あるいはソーニアですね。優しい目をした女たちみたいな。もう苦しみの中で生きても、優しく静かに生きてる人たちですね。この人たちのこと一度も考えたことがなかったと。ようやく気づくんですね。で、なぜ気づいたかというと、自分のイデオロギーっていうか、自分の考え方が間違ってた。結局やってみて失敗だって気づいたからですね。ということになります。まあ、第3部はこれで終わりです。次回は第4部の説明に入っていきたいと思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。以上です。